朝は、日本国山口県西部の地名。講議には、かつての朝郡を、やや競議には、自治体として存在した朝郡朝町または、朝盆地を、競議には、山陽小野田市の大技及び町名である、朝を指す。投稿目では、大技、朝、朝一丁目を中心に、かつて、朝郡朝町であった範囲にある大、大技が模章、大技郡。 大技山の井、大技山川、桜を含めた山陽小野田市の浅地域を中心とした内容を扱う。また、同地域に、かつて所在した浅群厚、西村、浅町についても述べる。浅地域の総人口は15,618人、総面積は6 5 2 9トルで、ある。地域内を南北に流れる浅川にある寝太郎関は、 疎水百戦に選定されており、関にまつわる、ネタロ伝説がある。中心集落は、朝盆地上に位置するが、南部は、スオーナに面している。1930年代以前の国道2号、旧山陽道から分岐し、朝駅へつながる、ネタロ関旧山陽町の中心地であり、南独地名としても知られる。中心集落は、 山陽小野田市北部の浅盆地に位置し、浅川が、三市から南流する。西は、羽生地域、南は、高地方地域、北は、三市、東は、宇部市に、また、直接通行可能な道路がないものの、北西部で、下関市とも隣接する。道路網としては南北を、国道316号と主要地方道の、県道小野田山陽線。 東西を、国道2号朝、羽生バイパスと県道線絆のった線が通る。鉄道は、大技、朝、朝一丁目の南西端に、山陽新幹線及び、山陽本線、ミネの朝駅が、大技朝の北部に、ミネ湯の陶芸駅が立地する。日常生活上では、朝盆地の波に、すなわち、大技、朝、朝一丁目に加え、大和かもっ及び桜。 大和ざ大和山川の一部を含めた地域が、朝と認識されている。例として2010年7月の水害時に、朝盆地の範囲をもって、朝地区と報道された。また、朝地区複合施設は大、大和が模招。朝中学校は、大和山川にそれぞれ所在する。古代から、朝郡朝座と、中世は、松園の朝草として名称が見られる。俗日本記。 神語経運2年の3月の上には、長戸国朝軍が見え、山陽道を巡殺し、藤原雄殿麻呂が、町の道の功能の代わりに養産をさせて、真綿を収めさせてなどうか、と提案している。山陽道が東西を通過していたものの、江戸時代の時点では、船木と吉田の宿場の中間に位置していたことから、通過地点としてみなされていた。 1889年の町村制施工事に、浅村、かも正村、軍村が合併して厚西村が成立。三村は、大技として存知された。厚西は、中世に、浅郡を便宜的に、厚西、古島と呼称していたことに由来するが、あざなとしては現存しない。1891年に、 山陽本線が船木を迂回して開通したため、軍の中心地が船木から移転し、繁栄した。1918年に調整を施行し朝佐町と改勝。1929年に出会い村を編入し、山川、山の井野に大技を加えた。1956年9月に、羽生町と合併し山陽町となり、 地方公共団体としての朝はこの時に消滅した。1956年からの5年間は旧朝朝の大技に朝を冠していた。和名類受賞によるとあずさと呼ばれていたらしい。朝となったのは中世以降であずさゆみに関係の深い地名だと思われる。朝朝朝に関するカテゴリー、ありがとうございます。